縦紙ナマケモノは、哺乳交友盲目、身指ナマケモノか身指ナマケモノ族に分類される、ナマケモノ。ブラジル東道長40から50センチメートル。お長が3から7センチメートル。体重3.6から4.2キログラム。全身の毛衣は肺褐色で、頭部はやや暗色。高温多湿な環境であまり動かないため、藻類が着生し緑色に見えることもある。 頸部から肩にかけての体毛が伸長し、黒い縦紙状になる。種商明トーカタスは、ラテン語で、襟のある、首輪のあるの意。2003年に発表されたミトコンドリア DNA の16、エスナの分子系統解析では、喉ちゃみ指な負け者ビベリアギアタスとは770万年、前に分岐したという解析結果が得られている。沿岸部の原生林や虹林などに生息する。 樹上性。夜行性で、昼間は樹上にある鶴性植物の影などで休む。群れは形成せず、単独で生活する。この葉を食べる。繁殖様式は体制。妊娠期間は120から180日。1回に1頭の幼獣を産む。寿命は約12年と推定されている。木材や木炭採取のための森林伐採。 農地開発による生息地の破壊、農業や森林火災、食用や薬用、ペット用の狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。